竹小前が露出した土壁。補強用に藁も塗り込められている。国ラ、これにフ、ポーランド土壁は、土を用いて作られた壁。NDB、建築材料の歴史では、土壁を、石板や型枠を用いない方法、石板や型枠を用いる方法、土のブロックを積み上げる方法、泥でレンガを作りあらかじめ乾燥させて用いる方法の4種類に分ける。 特に、石板や型枠を用いる方法は、古代アイルランドでは、籠枠を使って円形住居が作られたほか、ローマ時代の建築にもこの方法を使ったものがある。木の板や丸太などを並べて仕切った空間に土を詰めて、突き固める中国や日本の反築もこの方法にあたる。日本では、一般的に竹の骨組みを縄で組み、藁などを練り込んだ土で塗り込めた壁を土壁という、 ことが多い。フランスのピセも木枠を使って土を入れて突き固めたものである。一方、ペルシア語でチネ、アラビア語でタウフ、または豆腐と呼ばれる土壁は、石板や型枠を使わずに切り藁や、石層をおどろと混ぜて固めたものである。ABCDE 松谷敏夫、ピゼとチネ、泥壁口除雪マイナス、東洋文化研究所起用第58巻。 43から92ページ。土壁。特定非営利活動法人スーパーコンポジット研究会。2021年8月10日閲覧。ありがとうございます。